が、この社長の処分は後でいいとして、まずはまだ発見できておりません方の安否が最優先事項ですからね。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はいつもと違い、大きな事件に関する質問、コメントが殺到しました。基本的に時事ネタに関しては8割ぐらいが芸能関連の話題が多いんですが、今回は4月26日の毎週火曜日インスタグラム質問コーナーでトップ3の内容でした。1位は安定のマヤマヤアキラコンビと海老蔵くんによるオメガで愉快な人たち。2位はここ数週間ずっと安定をキープしているガーシーさんでした。ちなみにこのガーシーさん計測はガーシーさんの動画から派生した俳優さんや女性タレントの感想枠リクエストなども含めてガーシーさん案件となっています。それを入れてもお目がいっぱいのコメントに全く及ばないというのはさすがのマヤちゃん人気と言うべきでしょうか。まあどちらにしろ1位2位ともにジャンルは芸能系になります。そして3番目に多かった内容が知床遊覧船事故の件についてでした。僕はいつもリクエストをもらってからヤフーニュースを見に行くスタンスですので、この質問をいただくまで事故のことをそもそも知りませんでした。それを証拠にインスタグラム質問コーナーでもこのように事故に対しての質問にそんな事故あったのと返答しています。今日はまずこの事故の話から時事ネタニュースをやっていきましょう。どうぞ本日も最後までお付き合いください。当チャンネルは YouTube の規約に基づき動画を公開しています。悩み相談は専用質問フォームマカロン、配信はミルダムにて行っています。その他姓名判断や傷公開 SNS など概要欄をご覧ください。フォロー、応援、ご意見、ご感想お待ちしております。はい、ではこの時事ネタコーナーは項目ごとに質問を読ませていただきます。いつもの流れでお願いします。それでは本日の項目です。項目1、知床遊覧船事故について。項目2、なぜ事故は起こったのか。項目3、桂田精一社長はどんな人物か。項目4、桂田精一社長を感想枠で見る、の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、知床遊覧船事故についてです。ではコメント読みをしていきましょう。せっかくですから先ほどの画像とは別のコメントを読みましょう。北海道の遊覧船沈没事故の件、運営会社の社長がいろいろと最悪すぎて腹立ちます。はい、メッセージありがとうございます。このようなコメント多数でした。インスタグラム質問コーナーだけではなく、通常の DM などにもたくさん届いておりました。事件を知らない方もいらっしゃいますでしょうし、まず記事を読ませていただきます。デイリー新潮さんの記事を引用させていただきます。知床遊覧船事故、情報が遅すぎて家族の苛立ちはピークに、海保の仕切りの悪さで大混乱、というタイトルです。なんで情報がこんなに遅いんだ。北海道知床半島の沖合で観光船が消息を絶った海難事故で、安否を心配する家族たちの疲れや苛立ちは頂点に達している。本来誰よりも矢面に立たなければならない運航会社の社長は未だ記者会見すら開かないまま、現場の記者たちからは捜査や家族と記者への対応に当たる第一管区海上保安本の仕切りの悪さを指摘する声も上がっている。遊覧船カズワンが出港したウトロ港近くでは乗客の家族向けに毎日3回の説明会が開かれているが、運航会社知床遊覧船の桂田精一社長58歳が出席したのは初回のみ。しかも足を組んでいた、スマホばかり触っていたという不遜極まりない態度だったため、家族たちの怒りを買った。事故発生5日目の27日午後にようやく記者会見を開くことが決まったが、遅きに失している。26日に現地視察に入った渡辺国交副大臣も逃げ回る社長に対し、義務として説明しなければいけないと強い不快感を示していた。家族たちが今最も欲しがっているのは安否情報である。だが26日現在11人見つかった遺体のうち、身元がはっきりしたのは7人のみ。説明会の会場からは、なんでこんなに情報伝達が遅いんだという家族たちの怒号が漏れ伝わってくるという。地元記者はこう呆れる。私たちも小樽にある第一管区海上保安本部に詰めかけて身元情報を求め続けているんですが、総務部長から出てくる言葉のほとんどが確認中、何もないだけ。26日昼頃7人という数字が出てきたのも、地元斜里町の副町長がぶら下がり取材の中で明かしたもので、海保からの情報は3人で止まっていたままだった。こういう時は遺族やメディアに正確な情報を適宜出し続けることが肝要なのですが、はっきり言って海保はこういう現場に不慣れなため仕切りが悪すぎるんです。カズワンが過去に2度事故を起こして船長が書類送検されていた件の広報をめぐっても不手際があったという。23日深夜のレクで、海保は昨年6月の座礁事故を起こした際の船長は今回事故を起こしたトヨタ・ノリユキさんではなく別の船長と言って
ていたんです。でも翌日の夜のレクで同じ人物だったと訂正。20時間も後のことです。すでに各社記事を出した後だったので慌てて訂正記事を出すことになりました。ありえないミスです。地元記者同警も海保のサポート役として現場で動いているが、記者たちの間からは警察や役場が仕切っていればもっとまともな情報管理ができていたのではないかという声も上がっている。警察や役場は大きな事故、災害の経験が豊富なため被害者への接し方も慣れています。明らかに経験の違いが現れています。一刻も早い全員の安否確認と運航会社の説明責任が果たされることが望まれるという記事でございました。今日はこの事件を深掘りしていきましょう。それでは次の項目です。項目2、なぜ事故は起こったのかです。まずどういった理由で事故が起こったのでしょうか。全項目のニュース記事ではただ単に海難事故と片付けられておりました。まず事故に関しては他のサイトで確認したところ、4月23日午後1時13分頃、観光船カズワンが北海道知床半島沖で行方不明になったと通報がありました。第一管区海上保安本部は子供2人を含む乗客24人、乗員2人の計26人の乗客のうち、これまでに発見されていた11人はいずれも死亡が確認されたと4月25日未明に発表されております。知床半島西部沖を航行中に浸水したと通報があり、その後行方がわからなくなったことが始まりでした。つまり僕が動画を作成している現時点では浸水したという連絡があっただけで、船に原因がもともとあったのか何かに衝突したのかなど何も分かっておりません。ただし調べていきますと、過去には管理不足を指摘される社長桂田精一氏のありえない言葉があったと報じられています。2016年から5年間船長だった51歳の男性が運航会社の実態を証言しておりました。観光船を運航する知床遊覧船北海道斜里町は2020年末に退職した元船長の男性によりますと、21年3月までにスタッフ5人が辞めたそうです。会社側の人員整理方針と意見が合わなかったためと言います。スタッフがいきなり5人自主退職し、その数ヶ月前に船長も辞めてしまっていたのは社長の考え方、管理不足が原因だったということらしいのです。今回遭難しました船長の豊田さんが言うには、去年6月に事故を起こしていて船を上げて修理している状態を見たけど、見たら船にある亜鉛板を一昨年のまま変えていなかった、これは毎年変えるものと話しておりますから、なんと桂田社長は1年前からメンテナンスをしていなかったという事実がありました。さらにはメンテナンス不備に加えて大量退職後、今回の事件を彷彿させる出来事が起こっていたというのです。豊田船長が言うには、大量退職後知床遊覧船の船が岸に近づきすぎたり、定置網の近くを通ったりする様子が目撃され、操船技術が未熟だったようだと言います。普通は座礁なんてしない、いつか人命に関わるような大きな事故が起こるのではと心配していたと話されています。豊田さんは、僕がいた最後の年の夏に雇用された、半年甲板員をやってすぐ船長をやった、教えられるほど教えていないと思うと話します。これらの問題が起こってしまったきっかけは経営者が変わったことにあったようです。それまでの経営者の時は無事故だったと語っていますが、今の社長のことを船のことも海のことも知らないと言及しています。何も知らないから海のしける時も社長は船長の言うことも聞くことはなく、波があって出航をやめた時も社長にはなんで出さないんだと言われていたということです。そしてこれが今回の事件につながる大変な引き金になったと言われています。新たに就任されました社長は無知であることに加えてお金にだらしがない一面もあり、経営はかなり厳しかったと元船長は語っておられます。そんな切迫した状況で社長はとんでもない決断をしてしまったと報じられています。知床の海は4月から5月であっても海がまだ冷たくしける可能性が大いにあるため運航は厳しいとされていました。しかし他社もやっているという理由とヒグマが見られる時期でもあり、人気を取って社長はゴールデンウィークを合わせた4月から5月コースの追加を始めました。そして心配されていた通り、4月23日寒い知床にて遭難事故は起きてしまいました。前述しましたが、事故当時の豊田船長は元船長からの教えはほとんどなく海に出ていたとのことでした。桂田精一社長の経営方針がこれらの記事のままもし本当だったとしましたら、現時点で船の浸水は天災であったのか人災であったのかは分かりませんが、事故の原因はズバリ桂田精一社長にあると言えるでしょう。それでは次の項目です。項目3、桂田精一社長はどんな人物かです。
現時点までで発覚している桂田精一社長の情報を集めてきましたので紹介しておきます。桂田精一氏は現在は結婚しておりバツイチだということが分かっております。10年ほど前に桂田氏がお金にだらしないことが理由で離婚。桂田氏は現在58歳ですので48歳の時に離婚しています。55歳の時に今の奥さんと再婚したようです。現在の奥さんとは出来婚で小さい子供がいるという情報がありました。事故当日、桂田氏は退院した子供を迎えに行くため病院にいたようです。奥さんの年齢は桂田氏より20歳ぐらい若いようですので30代だと考えられています。10年前の2012年頃にお金のだらしなさが原因で離婚したということですが、桂田氏が地元の斜里町に戻ってきて父の後を継いだのが2007年頃です。有限会社知床村の社長に就任しホテルの経営などもしていましたが、その頃から金遣いが荒く経営も厳しかったのではないかと考えられており、そして今回浸水したカズバンを運航する会社知床遊覧船を買い取ったのが2016年になります。知床遊覧船の社長に就任したのは離婚してバツイチだった時です。約4000万円で買収したということですが、その後は経営が厳しくなり会社の前で地元ナンバーの車にまで客引きをしたりクラウドファンディングでお金も集めていたようです。噂によるとコロナで経営が厳しくなったようですが、買収して2年後に再婚、子供も生まれていることから奥さんも大変な思いをしているのではないでしょうか。現在ですとこのくらいしか情報は出ておりませんが、リクエストが多かったこの顔を見ていきましょう。それでは最後の項目です。項目4、桂田精一社長を感想枠で見るです。僕は毎度おなじみワイプに移動します。いつもと同じく感想枠で見る前の注意点を話しておきます。僕は本日の桂田精一社長に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣談する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想枠と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また彼がやった行為は抜きにして、そういった情報先入観はなしでできる限りフラットで見るように努めます。コロナの弊害か会見の時の画像動画は全てマスク姿ですので、まともに面相を見られるのはこの1枚くらいしかありませんでした。しかしながらメガネのレンズをまだ上げてくれてて助かりました。さすがに1枚だけでは見にくいので、あくまで YouTube の感想枠動画くらいで話を聞いててください。いつものように顔の形から見ていきましょう。形自体は実際一切悪くありませんし、むしろいい方の層になります。どこの総称を確認しようがそう書いてあるでしょう。女性の場合は胸に出る場合もあると言われていますが、男性ですから腸がつくほど吉相で出世などは間違いなしとされる形でございます。額は別写真を数枚見させていただきました。この部分はメガネにもマスクにも干渉されませんからまだ見れる部分でありますが、学問が入り混じりに混じっていますので胸で常にトラブルがついて回ると言われております。かつ眉間には外傷紋も見られますから、切れやすい暴力的な部分があるのではないでしょうか。そして一般視聴者の方でも言われておりました目、そして目の周りの中底部分はもちろんおっしゃる通りでよくありません。当初から引っ張ってきますと、欲動した人への妬み、そねみ、人を蔑むマウント思考型で、下まぶたの部分と頬を合わせ読みしますと、生活は贅沢で欲望に溺れていくタイプであると簡単に読みます。かつ連続して法令線を足してリーディングしますと、税からの不健康さと鑑定するのが最もポピュラー判断になるでしょう。まず面相だけで読み取るならば、常に自分のことだけ考えて立ち回るタイプですから、会社などではそのやり方である程度は上の方には上っていけるでしょうが、理不尽かつ暴力的、または自分さえ美味しければよいとのマインドですから、尊敬されたり人がついてくることもない人間と見ます。また面相読み取りだけでなく、記者会見の映像も何度も見返しましたが、そのままの行動をとっていました。記者会見が始まった途端に土下座、そこから嘘泣きを入れつつもう一回途中で土下座するなど、自分だけ浮かび上がろうとする狡猾さと立ち回りを見せておりました。記者会見をご覧になられました視聴者様もお気づきになっているでしょうが、何を喋っても書いてきたカンペを読みながらのペラペラな発言、気持ちが何もこもっていなかったのをすぐに理解できたと存じます。このようなタイプの人間が、自分の家族でもない人が亡くなったり行方不明になっていても泣くはずもなく、全て演技と丸ばかりのあまりにもひどい記者会見でした。現在桂田社長の頭にあるのは被害者の安否ではなく自分の保身のみでございます。この大事故の原因、発端は間違いなくこの桂田社長にあると言っても問題ありませんから、徹底的に追及してもらいたいですが、この社長の処分は後でいいとして、まずはまだ発見できておりません方の安否が最優先事項ですからね。というわけで、時事ネタニュースを何本か差し込もうと思ったのですが、桂田社長の感想枠リクエストが多かったために本日はこの1本のみになりました。この件についてもまた何か僕に聞きたいことやリクエストがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムでやっております。配信アーカイブは占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルをご覧ください。非公開は詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を募集しており、 Twitter ではチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に週1質問コーナーをやっています。動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。